お名前を教えてください。金ポーチョンです。はい、ご職業は。広州ビエンナーレの理事長でございます。はい、今どちらに住まわれてますか。今広州で住んでいます。はい、家はソウルですが、はい、私だけ広州期で住んでいます。単身赴任なんです。はい、はい、アートはお好きですか。アート、アート、芸術、芸術はお好きですか。あ、もちろんで、私はね、はい、元は劇作家でした。あ、そしてあの劇 の、 あの TV ドラマとか、はい、演出もやったことあります。もちろん30年前ですけどね。テレビマンですよ、実は。そうだったんですか。あ、面白いですね、それは。では展覧会に行くときに、はい、入場料としていくらぐらい払います。はい、いくらぐらいまでなら払いますか。あ、全体の入場額がいくらぐらい、あ、がいいと思いますか。あ、来るのが、はい、全体に、はい、今50万ぐらいを考えています。50万ウォン。あ、50万ウォン。ウォン何ですか。あの入場券の料金ですか。入場料です。はい、入場料は1万あの2000ウォン。あの個人は1万2000ウォン、はい、10人以上団体は1万ウォン、あの青少年は4000ウォン。はい、ありがとうございます。それではアートがどこにあったらいいと思いますか。アート、美術は、うん、芸術はどこで見れたらいいと思いますか。どこで見えたら、はい、展示場で、どういう質問。例えば、美術館とか、ギャラリーとかじゃなくても、うん、どんな場所に、うん、芸術があったらいいなと思いますか。美術だけじゃなくて、アートはね、いろんなところに、いる方がいいですよね。はい、まあ、家でもいいし、村、うん、そして、まあ、路地まででもね、うん、今、今度の、ビエンナレではですね、エコメトロという地下鉄で展示をやっていますよ。はい、地下鉄のあのトイレ、はい、今地下鉄のトイレの展示はね、大変話題になっています。はい、ですから、まあ、芸術がいる場所はね、はい、まあ、決まっていませんね。はい、では最後にですね、はい、このカップを持って、うん、ミューザックスとこのカメラに言ってもらえますか。あ、ミューザックス、ミューザックスと言ってもらえますか。ミューザ、ミューザ、ミューザックス、ミューザック、ミューザックス、ミューザ、ミューザックス、ミューザックス、これなんですか。うん、ああ、ミュージャ、ミュージャックス、ミュージャックス、はい、どういうね、これでこうして、はい、これでこうしてミュージャックスと叫ぶんですか。叫ぶんですね。はい、わかりました。ミュージャックス、お願いします。ミュージャックス。